皆様こんばんは。コウメの今日も切るわよ。さあ今日のね質問なんですが、戦士の3番、ウォリアの3番、槍のポーズとか言われてるかな。で、骨盤を開かないように集中するとぐらついてしまいます。バンダに集中すると今度骨盤が開いてしまうような気がするそうです。そんな時のバンダへの意識は点点点クエスチョン。いつも楽しく勉強させていただいております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でね、はっきり言います。練習が足りないです。はい、まず、バンダに意識をしないところでそもそも間違ってます。バンダは何のためにあるかというと、呼吸を深めるためですよね。呼吸を深めないでヨガやってるならそれは体操です。ラジオ体操でもやってればいいと思います。はい、なのでそもそも骨盤が開くか開かないかっていうのはもうどうでもいいです。まずはウォーリーの3番でバンダがちゃんとはまるところを探しましょう。慣れてきたら骨盤の調整をしましょう。 OK ですか？慣れてきたら骨盤の調整をしましょう。ちなみにウォーリーの3番ってどういうポーズかというと、こういうポーズです。ウォーリーの3番はここからスッとこれ、ね、で骨盤を開かないようにしましょうっていうポーズです。骨盤がねどんどん開きやすいそうです。そうしないでね、解剖学的になんでかっていうと、解剖学的にアナトミートレインってお話をすると、筋膜のつながりでお話をするとバンダに関わるものは、いわゆるインナーマッスルですね。足の指先から手の指先までインナーマッスルがあります。プラスそのアウターマッスルもあります。足の指先から手の指先まで。でちなみに、足から体幹のね、インナーマッスル、股関節の外旋ロッキング、股関節のなんかこうパンティみたいな、この肩関節のブラジャーみたいな、ここローテーターカフがブラジャー、股関節自体はここにパンティみたいなね、深層外旋ロッキングというそういう筋肉、インナーマッスルがあるんですが、関節を支えているものですね。そこら辺のバンダもあります。ちなみに筋膜でもう一回リピートになってますが、言うと、足のアウターマッスルはしっかりとつながっていないです。で、インナーマッスルのアナトミートレインはつながっております。ただし、そのインナーマッスルの筋肉の連動するものはまっすぐにはつながってないんです。実はこう、うねうねってスパイラルラインだとか、ラテラルラインだとか、ディープフロントラインだとか、これはもう体を支えるものなんですね。回旋するとか側屈するとか、あとは、呼吸をこうちょっとこう屈曲させるような動きに近いかなが、インナーマッスルになるので、骨盤をまっすぐ整えようっていうよりはどちらかというとインナーマッスルだけのことを考えると、ウォーリアの3番っていうのは体には呼吸を深めると少しグーッと入ってきやすいっていうのが正直なところです。それを外側のアウターマッスルでグッと無理やり調整をすることが多分彼女はしているんだと思います。なのでインナーマッスルをより丁寧に使いましょうっていうのがもう一つの答えかもしれません。じゃあその時に何を意識するかというと、膝を伸ばそうとする力はインナーマッスルにはあまりないです。アウターマッスルのぶっ最後のでっかい筋肉ばっかり、なんか食べても雑でまずいみたいな、お腹は満たされるけどみたいな、そういう筋肉ばっかりなので、膝を曲げて少しそのアウターマッスルの緊張をほどいてあげる、アウターマッスルの使い方を減らしてあげると骨盤がうまくはまるんじゃないかなと思います。ちょっとやってみますね。どういうことかというと、このまま膝を伸ばそうとするとアウターマッスルが働くので結構しっかりするんです。ただ、呼吸がバンダが張りにくい、バンダはインナーマッスルが主なので、なのでしっかりと曲げてあげることで呼吸が深まりやすいと思います。曲げてあげる、これがポイント。曲げてあげると外側のアウターマッスルが緩みやすくなるので、インナーマッスル、しかもバンダにより近い筋肉たちで関節の安定性を測るよってことができます。なのでちょっとね、参考にしてみてください。まあとにかく関節は伸ばしきらない、曲げて使えというのが、今日のポイントかもしれません。 OK でしょうか？とにかくこんな方は練習が足りない。バンダをまっすぐするとバンダが抜ける、アホかお前というのが私の回答です。そう、バンダはとにかく抜いちゃダメ。バンダを抜いたら怪我のもとだからね。
で、バンダが入ってないのにポーズばっかり教えてる先生、気をつけてください。生徒さん怪我させてますので、人生台無しにさせてます。そういう、自己満的なヨガはぜひ、やめましょう。怪我をさせないでください。とにかく怪我させない。で、生徒さんも怪我しない。この先生やばいなと思ったら、すぐなんだかんだ言ってその場を立ち去りましょう。それもヨガのあるべき姿だと思います。危険だと思ったら逃げなさい。それが私からの今日のお願いです。それではまた明日、おやすみなさい。おはようございます。いってらっしゃい。素敵なランチをですかね。ではでは。